はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。さあ、今回もね、みんなの投稿を見ていくんですが、今日の8時15分から、僕が所属してる PNG e スポーツのメンバーで最強決定戦やるので、よかったらね、見に来てください。PNG チャンネルやるんでね、概要欄からよかったら登録しといてください。新プレイ、コープレイ、見せプレイ集8、10ということで、アルシオネさんはね、新作見せプレイ集見ていこうと思います。さあ、アルシオネさんといえば最強見せプレイヤーですよ。僕、さっき、起きたばっかなんですけど、もう実況したくてたまりません。寝起きに実況したくなるこんな見せプレイ集あるでしょうか。さあ、なんだこのハメ、なんだ、早速やばいチームコンゴ、チームコンガじゃない、チームコンボが始まってる気がするが、もう熱がすごいコンボしておりますが、どうやってフィニッシュするんや。はい、ダウンして、おい、え、まさか、そんな連携可能なんかよ。すごい、初めのコンボでさえむずそうやのにさ、最後のそのね、雷神剣と PK ファイヤーを合わせるそのタイミングもクソむずそうやし、なんだそのメテオ。リドリーはコンボフードやったんか、お前コンボフードやったんかね。骨皮チキンじゃなくてな、あジョーカーパーセントか、200% 超えてますけど、ちょっとオーバーキルにも程があるかもしれませんが、さあ、横 B から空したダウンレン、そしてダウンレンからダウンレンとかいうもんね、あの、頭が、頭痛が痛いコンボなんやけど、はい、うまいぞ。さあ、カズヤミラーで、さあ、下投げ財布、おい、おい、財布、おい、財布、おい、踏みつけかよ、あちょっとこれ、CPU カズヤ感ありましたね。うん、CPU カズヤが着想を得たのかもしれない。うん、でもちょっと踏みつけかのな、雷神剣やつでね。CPU 風やかあんねんな、俺の中で。さあ、うまいぞ。さあ、これは、ピンドンか、これは。はい。下火して。読み合い横火。ドンキマジでさ、読み合い勝つと無敵のキャラに見えるよ。思いません？なんかドンキの、この、流れるような読み勝っている姿。なんかほんまに無敵キャラに見えるような。その、うまくいけばすごい判定もさ、その、爆発力もできるから、マジかよ今の割り込めるんかよ、マジでこれは連打するべきっすね、皆さんね。うん、皆さん連打するべきっすよ、眠るには。さ、なんでそのまんまとそんなに引っかかってしまうもんなのか、魔人剣。意外と魔人剣はね、ガノンはスマッシュもダイソンって言いますが、魔人剣もダイソンなんかもしれません。マジそんなコンボ入んの、下投げ空中 N やったよね。そんなルートあるんだ。ダウンレン、ロイ、そんなお前、そんなコンボあるんか俺今日そんなコンボあるんかしか言ってない気もするが、さあ財布して、これ大使う感じかな、読んでる、そして落として読んでる、ジャスガまで安定と、レイジドライブなんて怖くないと、ジャスガで読んでしまえばね、相手のね、その 100% のレイジドライブさ、もう怖くない、だって読んでしまえば食らわないからね。さあ、全て読んでる、全て読んでて、さあ 80%、 こんなん生きて帰ってくれるわけがない。さあ、あ、これはあれですね、ワクワクピーナッツさんとやったやつかな、ワクワクピーナッツさんの見せプレイヤーしてもらったもんで、あ、じゃあこれは2人の見せプレイやったんや、これね、ワクワクピーナッツさんとね、アルシオネさんの、もう日本の名見せプレイヤーの名チーム見せプレイやったんやな、もう本当に意味不明。でもパーセントがどんだけ溜まっちゃうんだいっていう、そんな感じのちょっと寝起きやから、ちょっと俺テンションおかしいんやけど、なんだこれ、177%コンボです。あー、なんか白くなってきた。おーっと、なんだこれ、すごい編集、たかし、編集凝ってるが、たかし参戦。そして、ケーン、たかし VS ケーン、まさかの、まさかの、いじめお前ら戦うんじゃないんかよコンボフードを見つけて、よし、たかし、今日はこいつやるぞっていう感じなんかな。おいおい、マジかよ。チャージ9だから、割り込んで勝っちゃうと、希望が持ちたかった。で、今の明らかにさ、戦うような演出だよね。もう、ボコボコにしてましたよ、ドンキーのこと。いや、よかった。サムネ、お前らやったんか。伏線あったわ。正義の日本、自画自賛プレイ集。大事ですよ。自画自賛するのはね、やっぱモチベーション大事ですからね。さあ、このドンキはもしや先ほど、龍じゃない、タカシと、ケンに僕を応援されたドンキの悪霊ではないか。うん、すごい上手いぞ。やっぱり悔しさでね、
人は成長しますから。あーやっぱこれもこれ悪霊本霊わかりませんが、多分先ほどやられてたドンキーじゃないでしょ、これは多分ね、さっきのドンキーですわ。すごいうまい、これ出てきたらおもろいけどな、相手に高橋とか剣がさすがに出てこやんか、うん、自爆霊とかしてる。スマブラの地にね、あの恨みを持って自爆霊としてね、あのもうジバニャンのようにもうジバドンっていう感じで、もうねもうなんか出てくるキャラ全員なんかもうボコボコにしてるんかもしれませんけど、さあれあれ悪霊タイム終わり悪霊じゃなかったかな、ドンキー一瞬で出番がさあマリオと、そして次ガノンか、うまいな。いや自画自賛ってやっぱりね、ほんまに先ほど言いましたけど、本当に皆さんね自信がない人いますよ、なんか自信がないですとか勝てませんとか、そういう人はねもうあの無理やり自分を評価しろ、うん、自信持つこと大事ですからね。あーっと帰ってきましたジバドンおい なんか本来の目的は全然ね、たかしと剣に復讐するはずがもう全然もう共食いしてるしいやうめえな、うん、タイトルもあるように、もう皆さんね自信持ちましょう、うん、僕もね自分が魔人剣うまいとかそういうね自信持っておりますから、多分ね魔人剣もポンポン当てれると思いますから、ぜひぜひ皆さんにはね自信を持ってほしいということで、もうすごいすごい今ポンってな殴ってるサムネやった。制御の2本一口見せプッシュ12。さあ一口見せプレイシーで今日はね締めていきましょうか。まずこのカード、もう黒もお前コントローラー持ってくれ突っ立っておりましたけど、あれは一体何だろう、何だろう、トゥルリンクの覇気が強すぎてちょっとトマトたんかもしれませんけどね、ちょっとびっくりしましたね。さあこれは原作再現と、ボコボコにする原作再現ということで、これはどっちや、ファルコン横右から上行、おい口上口上うまいぞ、おい口上パワータンク、さあえこれマスカの、ああどんな判定やねんおい、手に逆転すると思ったのに、どんな判定やねん今の。はい、というわけで今後もねみんなの投稿見ていったんですが、店プレッシュの時に見たように寝てたんですよさっきまで。でも今夕方なんですよね、あれって思うじゃないですか、どんだけ生活リズム終わっとんのって話なんやけど、違うんですよ、ね、皆さん昨日僕ね面白い漫画に出会ってしまって、オールを捨てしまいました。そしてお昼に寝ました、しゃあないですよね、面白い漫画があったんですもんね。え面白い漫画はね、デッドチューブっていう、まあ、グロいんやけど、グロい漫画なんですけど、まあ、そういうの全然大丈夫な人は LINE 漫画とかで見えるんで、無料でよかったら見てほしいんですが、僕はもう課金しまくって最新まで一気見してしまって、余裕で朝でしたね、見終わる頃には。まあ、うん、たまにねなんかおもろい漫画に出会ってちょっと大人買いしてしまうんやけど、いやおもろいんすけどね、あんま人におすすめできないようなんですよね。なのでちょっと気になる人、グロいの大丈夫で気になる人はよかったらちょっとね、デッドチューブで検索してみてください。